ンプの必需品のテントやレジャーからイベントまで活躍するタープ、しっかりと地面に固定していますか？今回のハウトゥーナビはテント、タープを固定するペグ打ちのやり方についてご紹介します。キャンプの拠点となるテントや日よけ、荷物置きなど様々な用途で活躍するタープ、これらのアウトドアグッズは持ち運びしやすいように軽めの素材で作られているため、風の影響を受けやすく、それらを地面に固定するのがペグ打ちという作業です。今回は小型のテントを例にしてご紹介します。このテントもまた風に弱く、立てた後放っておけば風で飛ばされてしまいます。またテントの中に重い荷物を置いていても、強風の下では荷物ごと飛ばされる、またはテントが倒壊するなどして危険です。そこで必要となるのがペグ打ちです。はじめにテントを建てるとき、まず建てる場所に注意しましょう。建てる場所を自分で決める場合は、風の影響を受けにくい場所を選ぶようにします。次にテントの入り口は風下側に向けるようにしましょう。出入り口に風が入るとテントごと風で巻き上げられやすくなってしまいます。テントを立てたらペグを打ち込み固定します。アウトドア用のペグにはいくつかの種類があり、打ち込む地面によっては適さないものがあります。一般的に硬い地面には硬くて頑丈なペグ、柔らかめの地面には長い、または幅広のものを使用するのが良いとされています。打ち込み用のハンマーや打ち込んだペグを引き抜く道具などもあると便利です。それでは実際にペグでテントを固定してみます。まずはテント本体の固定です。ペグは地面に対して45度程度、テントから外側に傾け打ち込みます。ペグの頭の部分はすべて埋まらないように残しておきましょう。次にテントの外側の上部から伸ばす針綱に対してペグを打ちます。針綱にペグを打つ際のポイントは、綱をできるだけ長く張ること、テントのフレームと平行の向きに伸ばすこと、力が均等にかかるようにすることの3つです。ペグは伸ばした針綱に対して90度の角度になるように打ち込みます。ペグにかけた綱は自在金具という道具で長さを調整できます。自在金具は力が加わることで綱の動きが固定され、長さを調整できる便利な道具です。すべての針綱にペグを打ったら、針綱がピンと張るように調整しましょう。自在結びができると、自在金具がなくても綱の長さを調整できます。これでテントのペグ打ちは完了です。きちんとできていれば多少の風ではびくともしません。アウトドアではペグの打ち込みが簡単にできない場合があります。テントを建てる際に強い風が吹いている場合は、テントを建てる前にペグを打ち込んでしまいましょう。テントの中に荷物を入れ、仮の重しにした後、テント本体の風上側にペグを打ち、その後で風下の方に打ち込みます。いかがでしたか？しっかりペグ打ちをすることで安心なアウトドアができるようになります。覚えておきましょう。